ザ・ディスメンバメントプランはアメリカ・ワシントン DC 出身のインディロックバンド。1993年結成の4人組で2003年に解散後、2010年より活動を再開し、2015年に活動を終えた。活動を再開したバンドメンバー1993年、ワシントン DC にてトラビス・モリソン、エリック・アクセルソン、 ジェイソン・キャデルを中心に結成。1995年、アメリカのデソとレコードより、ファーストアルバム、を発表。1997年、現ドラマーのジョー・イーズ・リーが加入し、セカンドアルバム、ザ・ディスメンバーメント・ブラン・イズ・テリファイドを発表。1998年、メジャーのインタースコープと契約を果たすが、結果的に破綻してしまう。 1999年、フルスモデソとレコーズに戻り、インタースコープ機に録音された、サードアルバム、エマージェンシーアイをリリース。このアルバムを境に、バンドは大きな転機を迎え、世界的にその名を知らしめることに成功する。ピッチフォークメディアはこのアルバムを年間ベストアルバム1位に、選出、2011年の再発売時にはレビューで10点満点をつけた。 2001年、フォースアルバム、チェンジをリリース。発売と同時に話題を集め、音楽メディアに絶賛された。日本でもスムーザー、クロスビート氏のほかイースタンユースの吉野氏にも年間ベストアルバムに選ばれた。2003年、インターネット上で突然の解散宣言を発表した。7月には、ベストアルバムを発売。8月には、 最後の来日公演を行った。9月1日、地元ワーシントン DC で行われたライブを最後に10年の歴史に幕を下ろした。2007年、チャリティライブ出演のため一夜限りで再結成した。2010年、バースークレコーズより、サードアルバム、エマージェンシーアイの再発売が発表された。それを機に、バンドは、再結成、US ツアーが発表される。 この一報は、地元ワシントンポストをはじめ、スピン、ピッチフォーク、ステリオガムなど、音楽メディアも、ニュースとして大々的に取り上げた。その後、日本ツアーも開催された。2013年10月、再結成後初めてとなる、フィフスアルバム、アンカニーバレイが、パルチザンレコーズから発売される。スタジオアルバム公式サイト。ありがとうございます。